次に、このような背板っていうのをつけます。で、背板には、ここに書いてあるように、配管の、なんだ、見えねえな、配管穴中心まで右へ70mm、まあ、このさっき書いてある矢印の位置から右へ、7センチの位置にあの配管の穴の中心を合わせるようにこの背板をつければ、まあ、ちょうど、まあ、エアコンが合うってことですね。それなんでそれをちょっとやってみます。このようにメジャーが必要になってます。で、配管背板を壁に合わせて、この位置から7センチ、配管穴中心なんで大体この位置ですね。このエアコンの場合はこの位置になります。で、一回仮付けするんで、仮付けのための穴を用意します。あ、仮付けのためのまあ穴というか、今ペンで矢印をつけました。で、ペンで矢印をつけたところにアンカーを入れます。はい、アンカーが入りました。アンカーを入れたら、とりあえずネジを軽く入れてあげて、引っ掛けられる。今のところもプラプラの状態ですね。水平とか特に関係なくこのようにプラプラの状態です。とりあえず入れてきます。そしたら次にこのような水平器ってやつで、この背板の水平を若干右に流すようにします。なぜかというと、まあ、こういうふうに少し勾配がついてないとエアコンで取った水が外に出なくなっちゃうからです。これがちゃんとできていないと、あのエアコン使ってる時に水が溢れ出たとか水が垂れてきたとか、そういうことになります。若干右に傾けるように水平を取ったら、ここに強くネジを止めます。若干右に傾いてる状態です。で、この状態で、ネジを止める位置を決めるためペンでチェックします。いいか、あと、まあ4箇所ぐらい。1箇所ぐらい止めれば大丈夫ですね。そしたらまた背板を1回外して、先ほどペンで
マーキングした場所にアンカーを入れます。ちなみにこれ石膏どの場、石膏ボードの場合ですね、石膏ボードじゃない場合はまた違う、まあ、アンカーじゃないものを入れたりとか、そういう風になります。押し込んだところにネジを入れてきます。それでまたネジを入れたら、先ほどと同様に水平器を使って勾配をつけるってわけですね。この場合は穴がエアコンの外に、室外機につなげる穴が右側なので、右に傾けるように勾配はつけます。今の状態はこういうふうに若干動く状態なので、これでうまく勾配をつけてあげてやるっつうわけですね。ネジを完璧まで締めたら、再度勾配を見てあげましょう。微妙だな。水平器場所によって何か変わってきたりするんで、あれですね、何回も見た方がいいですね。で、分かりやすいやつだと、ここに水平器載せろみたいなの書いてあるスイートもあるんですけど、これないんで、若干傾いて大丈夫でしょう。はい、とりあえずセイタの付け方は以上です。
とエアコンはそのカバーにとりあえずかぶせるような感じでできますね。よいしょ、あった、すんなりいったな。で、ちゃんと背板にはまってるかよく確認しましょう。で、一応背板に乗せたらまた水平器でエアコンの上からでも確認して、あとかなり重要です、この水平っていうのは。水平がこっちに取れ、斜めにこう取れてないと水がここからボシャ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 下に垂れちゃったりして、もう大変なことになっている。絶対これは気をつけた方がいいですね。まあ問題ないですね。問題ない。問題ないね。問題ないでしょう。あとちょっと遠目で見てみてね。右から右に斜めになってるかも見てあれば。あまりこう斜めになりすぎちゃってると、まあ、お客さんとこう、お客さんっていうか自分だったらいいんだけど、人のつける場合はね、ちょっと 見た目が悪かったりするんで、こんなの注意ですね。じゃあこれで室内側の方はおしまいですと。